新刊何が何でも長編小説が書きたい大絶賛発売中鈴木喜一郎作家日記え今日のテーマは不意に自分の名前が出てくるとびっくりするよ問題 <coughs> 今日はマシュマロに寄せられた質問です鈴木先生こんばんははいこんばんは いつも楽しく動画を拝見させていただいていいてますいえいえいでどういたしまして動画といっても音だけだけどね <laughs> これは質問ではなくてご報告ですので動画で取り上げていただかなくても構いませんほいほいほい <laughs> というか動画のネタにはならないと思いますいやいやなるよ <laughs> まあどんなことでも動画のネタにします 報告というのは、先生の本を YouTube で紹介する人がいたんです。ほいほい。斎藤紳士さん。はいはい。というお笑いをやっている、やっていて、小説の新人賞に投稿している人です。ああ、見たことあります。<laughs> あの <coughs>、あの、勇気あるなと思うよね。こう、まだ結果出てないのに、この応募してますっていうふうに。 言うんだから、いや、チャレンジャーだよね。斎藤紳士さんっていうのは、まあ、斎藤は斎藤の普通の斎藤で、紳士ちゃんって,紳士っていうのは、ジェントルマンの紳士の方。あの、ですなちなみに、その人は純文学志望おだそうです。ああ、なんか、何度か最初に残ってるみたいだね。その動画のサムネに先生の名前が入っていないので、 検索に引っかからないのではないかなと思い、誠に僭越ながらご報告させていただきました。はあ、どうもどうもありがとうございます。もしご存知でしたらすみません。いえいえいえ。<coughs> あの、う、斎藤慎士さんって、あの、あのさ、YouTube で小説書いてる話をって、そんなに、その、 多くないんだよね。<laughs> ええー。まあ本当にその、こう、YouTube で小説、小説講座でこう検索かけたりとか、小説の書き方で検索かけると、本当にその僕か、初枝蓮華さんか <laughs>、最近若月さ、若月光さんが結構アクセス、まあ上がるようにはなってるよね。やっぱりさ、 その、こう、お若月さん、声が綺麗なので、や,やっぱり声が綺麗な VTuber にはみんな惹かれるよな。<laughs> まあ、あとさ、あの、佐藤聖南くんとかね。佐藤聖南くんは、あの、本当に、その、人柄の良さがどんどんやっぱり引きつける感じだね。僕は、あもう、この通り非常に上から目線で、 物意が高圧的なので、まあ、そんなに増えもしない、えー、マイペースでやってるう感じだけどね。<laughs> まあ、独自の戦い。<laughs> 独自の戦いってさ、昔の共産党の候補みたいだよな。<laughs> 独自の戦いはやってます。ええー、まあ、そんな具合で、こう、 検索かけてくる、かけると、斉藤紳士さんってよく出てくるので、たまに見ます。えー、まあ、内戦純文学の畑なので、畑も違う,う、し、やっぱりほら、デビュー、うーする前の、まあ、新人さんにもなってない人の、その、話だと、お笑いの話が入ってくると、まあ、見るかなと思うけど、まずさ、 いやーまあいいや。まあ、まだお若い方、お若い方って言っても40を超えてるのかな。まあ、小説家としてはお若い方で。うん <coughs> あこんなものを出してるんだな、なんていうことは見てたんだけど。この、うん、うん、この動画は知りませんでした。早速見たよ。はい。うん。 いやいや、あの、はっきりよ、すごいよ。<laughs> いや、あの、本の紹介うまいわ。いや、やっぱりさ、うん、その、トーク力では圧倒的にその、お、やっぱプロだよな。本当にさ、小説ではともかくさ、 この話す方ではもう俺足元にも及ばんよな <laughs>。いやあのえ紹介されてたのはそのこうミステリー作家になる方にはっていうまあそんなようなくくりで、えー、と僕の本ね何が何でもミステリー作家になりたいっていう、まあ、まあその本何年か前に書いたんだけどおそれを取り上げてもらってます。で うまいんだよ。<laughs> 思わずさ、え、俺、こんなにすごい本書いたっけって思ったんだけど、いや、あのさ、こミステリーとはこれとかさ、ミステリーを書くにはこれがな謎とか、こことここが必要なんだとかっていうあ、え、俺、もうそこら辺がさ、こと細かにこう、いやー、この本読んでみたいわ、 って思わず聞きながら思ったんだけど、いやいや、<laughs> 読んでみたいは何も何も俺が書いたんだよ。いや、俺こんなにいい本書いたっけって思わずさ、自分の記憶たぐったよ。いやー、まあ、こう、そういうのを見てると、やっぱあれだね、こう、我 <laughs> ながらやらしいなと思うんだけどさ、いや こう、同業者と見て、見た場合にっていうか、これからデビューしようとする、えー、タイプとしてはどうなんだろうって、やっぱそういう見方はするよね。で、やっぱね、本を読んで、資料だとか本を読んで、で、ここが面白いっていう、その本の、その本質ね、それを掴んで、それを人に伝えるっていうことが、すごく、 巧みなタイプだなっていうことはまあ見てて思ったあのとまあええー、こう芸人さんとしてのそのコミュニケーション能力は分からないんだけども小説家としてはとして考えると僕よりもはるかにコミュニケーション能力は高いよ。 デビューしてしまえば、まあ、プロとしてやっていけるタイプではあるね。だから、その、デビューする最初のところは、やっぱ、ちょっと大変なんだろうな、なんていう気はします。で、まあ、こっから先は、やっぱ、作品、<laughs> もうさ、言われてる斎藤慎士さんか、まあ、かわいそうだなと思うんだけど、まあ、その、あれだよ。 こうしてまな板にのってこう YouTube というまな板にのっている以上はまあこう言われるのも覚悟してくださいなまああのこう作品を読んでないので何とも言えないんだけれどあの純文学で何度か最終に残っている3回ぐらい残っているのかなでただ3回残っててまあ3回起こしてるっていうまあそれは多分 落っこちだけ、落っこちるだけの理由があったんだろう。つまりいい、人物だとか構成、作品の構成だとか、そういったものは非常に安定している、安定していいものが書けるんだろうと。ただ、最終でとどまっているということは、人文学の場合だって、やっぱり、その、素材ではなくて、やっぱり着想だとかさ、その、 技法だとかのところに新しさを求められるので、んで、まあ、そこで行き詰まったのかなっていう、<laughs> 読んでもいないのに勝手に決めつけない。ただそういう印象を受けるよね。で、ただこの斎藤紳士さん、圧倒的にその資料の本を読んで、資料を読んで、 そこから、その、こう、何に感銘を受けて、ここがいいよっていうふうに人に伝えられる能力に非常に秀でておられるので、これってね、要はエンターテインメントを書く上ですごくプラスになる能力なんだよね。ええー。だから、まあ、あの、 人物や、その構成が安定したものが書けて、そこで、えー、資料がきちんと読み込めるっていう、まあ、それだけ揃ってるんだったら、エンターテインメントに移った方が、いい結果が出せる。まあ、ぶっちゃけた話、乱歩賞に応募したらっていう、乱歩賞に出すものを書いて、それで応募した方が、もうさっさと,と、あの、受賞してデビューできるんじゃないか。うん、ね というようなことは、こう、まあ、ざっと見た印象だよね。まあ、今までいろんな、その、お小説家志望者を見てきて、で、デビュー、こういうタイプがこう,こうやるとデビューするよねっていうのを、まあ、見てきた印象ですしかないので、あとは作品読んでみないとわかんないんだけど、で、あと、 本人にそういう意思があるかどうかとかさ実際に書いたものを読んでみないとわかんないんだけどうんうんねええー、こう純文学を書いていた縁ってそれでまあ純文学でまあそこそこなのでまあエンターテインメントにくら替えしようかっていうことで大成功した人ってええー、いくらでもいる。やはりあの 純文学はその文章だとか登場人物のそのおお構成だとか人間の心理だとかあそういうものに書くことにはどうしてもたけているのでね、やっぱりこう純文学で求められるものとそのエンターテインメントで求められるものは違うので、ね、エンターテインメントで求められるのはやはりそこからと その社会性だとかタイムリーなものかどうかっていうようなその資料を読み込むそれから取材力それからとやはりお仕事という側面があるので芸術ではなくてエンターテインメントはあくまでもしあのお仕事なのでそうすると編集者とのコミュニケーション能力っていうものがすごく左右されてきます。だから あそうするとエンターテインメントって、そうそう、何の話かっていうと、人文学からエンターテインメントにくら替えした、して成功した例が多いって今そんな話がしたかったんだよ。古いところで言うと松本聖張なんていうのは、松本聖長はもともとは、その、芥川賞を受賞して、んで、江戸ラン歩だったかなに、その、お ミステリー書いてみないっていうような話になって、で、点と線を書いたのかな。あ <coughs> で、それが当たって、まあ、ああいう社会派になった。あと、古いとこで言うと、宇野光一郎は、もう、あの、原神でアクタガー賞を受賞して、それから、カノの方に入ったね。川上聡くもそうだったな。 えー、あと、まあ、もうちょっと新しいところで言うと、北方健三さんね。北方さんの方が、まあ、むしろ、順文で大変だった。一本、新潮に乗っただけで、あと、全然、出しても出しても、ボスで大変で、10年目ぐらいに、ええー、朝食はるかなりを出したのかな。でそれで、ハードボイドで当たって、で今日に至るっていう、 まあ、そういう例だとか。藤原ゆりさん、ゆりさん、そうだったんだよね。いろ,いろあの、藤原ゆ,ゆりさんは、えっと、すばる文学者だったかな。ああ、んで、そこから、で、デビューして、しばらく泣かず飛ばずが続いて、んーで、乱暴症に応募し直して、で、直木症を取ってっていう風だったし、まあ、もうちょっと新しいところで言うと、 佐藤清和さんなんかそうだね。えっ、ー、と、佐藤清和さんは群像の新人賞を受賞した後、ー乱歩賞に応募し直して、それで、まあ、ああ、この通りっていうふうなので、ええー、ね、ええー、だからまあ、こう、まあ、ぶっちゃけた話、ミステリーの世界においで、 うんと、こっちの水甘いぞ、とかっていうえば、そんなお誘いだね。ねえ。あの、まあ、このマシュマロを書いたそこのあなたでもいいし、これを聞いてるあなたでもいいや。えっと、こう、本当はね、斎藤紳士さんの、その、この動画にリンクをここの概要欄に貼ろうかなと思ったんだけど、 YouTube の総合リンクってねこれ規約違反になるんだって <laughs> ええー、だからこのこのポッドキャストを聞いた人はの斉藤新死ミステリーミステリー作家になろうで検索をかけてもらうと多分引っかかると思います2022年の4月の20日からえっと今日2時 と4月の20日からの公開の分かな。なんか3回連続で、僕は今2回目聞いたのかな。え、3回もやってくれるのってい,の <laughs> いやいや、すいませんね、と思う、思うけどさ。まあ、いいやさ。あの、うっていうことなので、まあ、それで検索かけて、えっ、ー、と、たどり着いてください。えっ、ー、と、この、斎藤慎士さんの、 YouTube の動画を見て、それから俺の本を買うと、わかりやすいよ。で、まあ、なって何よりも、まあ、その、まあ、ぶっちゃけた話、その、この業界、本当にね、えっ、ー、と、常に人材を求めている業界ではあるので、だから、こう、 いいミステリーの書き方になりそうな感じはするので、えこのポッドキャストを聞いてるどなたかがさ、どなたか、その、斎藤慎士さんに、ミステリーの世界においでよって、鈴木喜一郎が言ってたよって、まあ、どなたかチクっといてください <laughs>。上から目線だよな、本当に。なんという偉そうなんだろう、俺って。 ね、こ,のパこの番組ではこん,な話こんなネタで話せという、うん、ポッドキャストのお題皆様からのお便りご質問を募集しています。マシュマロという匿名ボックスを用意しました概要欄からアクセスしてください鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにいても受講できます エドガーラン賞や横溝正師賞、オール読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています。えー、受講申し込みは概要欄からアクセスしてください。この番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、Spotify などのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家日記、そんなところで ではではでは、失礼します。